な。今度は成功だね。あ、はーい。こんにちは、かすみちゃん。遊びに来たよ。いらっしゃい。ちょっと。4月末日晴れ。今日は葵ときみちゃんが遊びに来た。お菓子も上手に出来上がって、今日は3人で楽しいお茶会です。ボイスドラマ、トゥルーラブストーリー2、いつかきっと。お邪魔します。適当に座ってて、今お茶を持ってくるから。しかしほんと、いつ来ても女の子の部屋してるな。私とは大違いだよ。はあ、芋虫くんシリーズのぬいぐるみまた増えてる。駅前のゲームセンターにあるのは全部揃えたんだよ。3分の1は私が協力したんだけどね。葵ったらすごいんだよ。私が1000円も使って取れなかったのに100円で2つも取っちゃうんだもん。ブレーンゲームは経験次第だよ。精進あるのみってね。葵ったら。それよりかすみ、お湯沸いてるぞ。いけない、ちょっと待っててね。なんか落ちたぞ。あ、これアルバムだ。どれどれ。あ、これ小学生の時のかすみか。かわいいな。こっちは運動会の時の写真だね。は、私も写ってる。ひょっとして隣にいるのあいつか。うん、お兄ちゃんだね。やっぱりな、生意気そうな顔してるからすぐ分かったよ。うん、そんなもんかな。それにしても、ん、どうしたんですか。ん、なんでもないんだ。お待たせ。あ、何見てるの。本棚から落ちてきたからつい。ごめんごめん、でも可愛かったよ、小学生の頃のかすみ。やだもん、知らない。そんなに怒るなって、褒めてんだからさ。でも。はあ、これ中学の入学式の時の写真。どれどれ。もう、きみちゃんまで。確かこの時だよな、かすみと初めて会ったのって。うん、教室がどこかわからなくて先輩に聞いてみようと思ったら、なぜか聞かれたのが私だったんだ。そんなに落ち着いて見えたか。だって入学式の日にベンチで居眠りしてるんだもん。絶対先輩だと思ったよ。困ったな、1年の教室ってどこだろう。やめろよ、マグロ。マグロ？何の夢見てるんだろう。あそこ、私寝てたのが。すみません。まあ、1年の教室ってどこですか。え、あ、私に聞いてんの。はい、私今日入学したばかりで、その全然わからなくて。そんなの私に聞いたってダメだよ。え、だって私も新入生だもん。そうだったんですか。ちょうどいいや、一緒に来よ。私、畑野葵、よろしく。私は、七瀬かすみ。かすみちゃんか。よし、行こう。へえ、畑野さんすごいね。あの日は大変だったんだ。
日の出前から兄貴と父さんが大喧嘩始めてさ、入学祝いはタイのお頭付きがいいとか、ちらし寿司にすべきだとか、くったらないことで大騒ぎしてるもんだから、ついうとうとしちゃって。でも、あそこで葵が寝てなかったら、私たちお友達になってなかったかもしれないんだよね。そんなことないって。そのうち絶対知り合ってたと思うよ。ほら、海岸で初めてマグロに会った時だってさ。マグロ、昨日はごめんな、散歩できなくて。代わりに今日は思いっきり遊んでやるからな。マグロって言うんだ。マグロ、お座り。犬なのにマグロなの？おかしな名前ね。もう、かすみまでそんなこと言うのか？うちは寿司屋なんだし、いいと思うんだけどな。な、マグロ。いいかいいか。しかし、いきなりかすみに飛びかかったところを見ると、結構面食いなやつだったんだな、お前。あ、そうです、だって。ありがとうね、マグロちゃん。ねえ、今度お家まで行ってもいいかな、マグロちゃんに会いに。あ、いつでも OK さ。遊んでやってくれると喜ぶよ。な。あんあんあん。もうくすぐったい。マグ、調子いいやつ。そんなことがあったんだ。出会いなんていつだって突然さ。偶然でも必然でも、私とかすみはいつか出会ってた。そんな気がするんだ。そうだね、私もそう思う。でも友達として一言言わせてもらうと。え？アルバムの写真少し考えた方がいいよ。ほとんどあいつが写ってるじゃないか。あ、それはどうしたの？二人とも。ううん、なんでもないの。あ、キミちゃん、台所からお砂糖持ってきてくれる？うん、いいよ、ちょっと待ってて。はぁ、あ、かすみってほんとわかりやすいよな。さっさと告白しちゃえばいいのに。ううん、いいの、私は今のままで。私がいて、葵がいて、そして彼がいて、ずっとこのままでいられたらいいなって思ってる。かすみ、それに葵だって人のこと言えないよね。え、知ってるんだから葵の気持ち。え、それは今はこのままで十分。でもいつか伝わるといいね、私たちの気持ち。そうだな。お待たせ。あれ、どうしたの？二人とも赤い顔して。なんでもないよ。な、かすみ。そうそう。うん？変なの？そう、私は今が一番幸せ。いつもの学校、いつもの風景、いつものみんな、いつまでも変わらないこの景色が私の一番好きな場所です。卵と薄力粉とバニラエッセンス。キミコちゃん、
お買い物はこれで全部かしら。はい、高坂先輩、明日のクラブが楽しみですね。そうね、美味しいケーキができるといいわね。あら、おかしいな、どこ行っちゃったんだ。畑野さん、どうしたんですか。あ、キミコちゃん、高坂先輩、二人ともマグロ見なかった。え、マグロ、いなくなっちゃったんだ。どこにもいないんだよ。へえ。4月丸日、曇り。私の大事な家族、マグロが、家でした。ボイスドラマ、トゥルーラブストーリー2。ハローアゲイン。帰ったら小屋に姿がなくて、近所や散歩コースを見て回ったんだけど、いないんだ。どこ行っちゃったんだよ、マグロ。あらあら、それは大変ね。でもマグロを小屋で飼ってはダメよ。は？あの先輩、マグロはですね、この辺りでは見かけなかったわ。きっと海に帰ったんじゃないかしら。違いますよ、マグロは魚じゃなくて犬なんです。あらま、犬っていう名前のマグロだったのね。ずいぶん変わってるわね。あ、だから犬はマグロじゃなくて魚がうちのマグロで。ああ、もう何言ってんだ私は。畑野さん、こういう時は落ち着いて深呼吸するといいわよ。はい。って違う、こんなことしてる場合じゃない。あらま、ずいぶん忙しそうね。そうですね。マグロ、一体どこにいるんだよ。走り回りながら私はずっと考えてた。本当は分かってたんだ、マグロがいなくなったわけ。原因は私にあるんだ。テレビ、大江戸捕り物帳始まっちゃうよ。ただいま。うるさいぞマグロ、今はあんたと遊んでらんないの。いい加減にしろ、もう散歩連れてってやんないぞ。結局その後、私はマグロを散歩に連れて行かなかった。それだけじゃない、ご飯もあげなかったんだ。だからマグロは。マグロ、ごめんな、ごめん。まさかマグロ。違った、よかった。あれ、どうしたの葵、顔色悪いよ。かすみ、そう、そんなことが。バカだよな、私。時代劇なんかより大切なものだってなんで分かんなかったんだろう。あのね、なんて、落ち込んでる場合じゃないよな、探さなきゃ。あ、葵。私も手伝うよ。え、あ、ありがとう。ここで遊んでたもんね。マグロって名前のせいかな、あいつ海が好きなんだ。波の音が聞こえると嬉しそうに走り出して。夏に泳ぎに来た時も楽しそうだったよね。そうそう、私らなんかほったらかしで一人ではしゃいじゃって。あいつ
前世は本当にマグロだったんじゃないか。ひどいんだ。そんなこと言うとマグロちゃんに怒られるよ。そうだよな。でも怒られてもいいから戻ってきてほしいよ、葵。マグロさん、なんか最近いじめられてたみたいなんだ。え？こないだ見たら顔にマジックで眉毛が描かれてたり、その前は額に目の落書きされてたり。あ、近所の子供にいたずらされたんだろうけど、あいつおとなしいから吠えたりしなかったみたいで、相当ストレス溜まってたんだろうな。気遣ってやれないなんて飼い主失格だよな、私。そんなこと。マグロ、お座り。おい、早く来ないと置いてくぞ。お寿司屋さんらしくていい名前だろ。マグロ、マグロ、マグロ。葵。大丈夫、こんなことしてる場合じゃないもんね。さて、他を探すか。待って。え？あのね、ごめんね。ん？なんだよ、いきなり。実はマグロちゃんに落書きしたの彼なの。え？あいつが？ごめんね、黙ってろって言われてたから。その本当にごめんね。いいよ、霞のせいじゃないんだから。でも気にすんなよ。ありがとう、ちゃんと話してくれて、葵。それにしてもあんやろ、明日学校でとっちめてやらないとな。ほっぽいてろよ。 あんまり乱暴しないでね。いいや、霞まで苦しめた罪は重いぞ。よーし、授業中寝てたら口紅塗ってやろう。もう、青いったら。この声、まさか。波多野さん、見つかったよ。マグロ、マグロ。寂しそうな顔してたから。マグロ、ごめんな、もう絶対あんなことしないからな。でも可愛いわね、マグロちゃん。頭にリボンまでつけてもらって。リボン？あー、やられた。また落書きされてるよ。ほら、ここ耳の後ろ。あ、ほんとだ、マジックで書いてある。あいっつー。よし、キミコちゃん、明日朝一で家行っていい？寝てる隙に顔中に思いっきり落書きしてやる。当然油性マジックでね。あらあら、ずいぶん楽しそうね。自分が悪いんだけど、やっぱり同情しちゃうな。葵、お手柔らかにね。いや、ここまで来たら徹底的にやんないとね。寝てろよ。その日はマグロと一緒にお風呂に入った。初めて家に来た時みたいに綺麗に体を洗ってやった。相変わらずみんなは変な名前って言うけど、マグロは私の大切な友達、そして大切な家族だよな、マグロ。
でんでれんでれん。これで出来上がり。香坂先輩、今日は何を作って。あら、キミコちゃん、ちょうどよかったわ。たった今、新しい栄養ドリンクが完成したの。早速だけど、これを飲んで感想を。私これから職員室に行かなきゃならなくって、失礼します。今日のは飲みやすさを考えて作ったのよ。あら、キミコちゃん、どこ行っちゃったのかしら。5月丸日晴れ。今日はクラブの時間に新しい栄養ドリンクを作ってみました。中に入れたのは、何だったかしら。でも味見をしてもらおうと思ったキミコちゃんは突然行方不明になって、気がつくと家庭科室は私一人になっていて。先輩、時間ありませんよ。タイトルコール、タイトルコール。あ、そうだったわね。ボイスドラマトゥルーラブストーリー2、香坂舞子のアイデアクッキング初級編。困ったわね。みんないなくなってしまうなんて。せっかく作った栄養ドリンクなのに。あ、香坂先輩、こんにちは。はい、こんにちは。あ、そうだわ。畑野さん、ちょっとお願いがあるんだけど、いいかしら。何ですか？先輩の頼みだったら、何でも OK ですよ。嬉しいわ。実はね、これを飲んで感想を聞かせてほしいのよ。これって…なんですかこれ。紫色のくせに泡が緑で、なんか中で動いてるんですけど。大丈夫よ、食べられるもの以外は何にも入っていないから。じゃあこの動いてるのは何ですか？お抹茶に卵とお砂糖を入れて、その後にレモン汁とバナナを加えて。あ、納豆が味の決め手なのよ。それから、失礼します。あ、お酢とお醤油で隠し味をつけて。あら、畑野さんは。もう、どうしてみんなすぐにいなくなっちゃうのかしら。あら、ゆげちゃん、こんにちは。そうだわ、ゆげちゃんにも味見してもらおうかな。これはね、お姉さんが作ったとっておきの飲み物なのよ。はい、どうぞ。あら、言ってしまったわ。そんなに照れなくてもいいのに。ゆげちゃんたら、おませさんね。危なかった。もう香坂先輩もあれさえなければ本当に素敵な先輩なのにな。あら、キミちゃん、何してるの？かすみちゃん、あのね、香坂先輩が。かすみ、頼む、かくまってくれ。どうしたの、二人とも。どうしたも、こうしたも、来るんだよ、あれが。あれって？青葉台高校の最終兵器、科学部も裸足で逃げ出すっていう、香坂先輩特製最強無敵の栄養ドリンクだよ。まさかこの間作ってた赤い飲み物のこと？違うの、今日のは紫。泡はなぜか緑なんだけど。とにかく一刻も早く逃げ出さないと。そうだね。この音は、まさか。
見つけた。いっぱい作ってあるからみんなに飲んでもらおうかしら。香り付けにハーブを入れてあるからとっても喉にいいのよ。演劇部の畑野さんにはぴったりよね。そうですね。かすみ、失礼します。待ってよ。どうしたのかしら。ねえきみこちゃん、お願い、あなただけでも試しに飲んでみてくれない？でもダメ？そう、残念だわ。今日のは自信作だったのに。先輩、わかりました、飲みます。そう、嬉しいわ。それじゃ、はい、どうぞ。お父さん、お母さん、お兄ちゃん、さよなら。どう？見た目と違って美味しいです。そうでしょう。ちょっとドロッとしてるけど、しつこくなくて、なんかすっきりした後味ですよね。やっぱりハーブの香りで納豆の臭みを消したのがポイントね。そんなことしてたんですか。ええ、実はね、この前キミコちゃんのお兄さんからもらったアイデアなのよ。え、お兄ちゃんも飲んだんですか。もう何度もお世話になってるわ。新しいドリンクが完成するとなぜかいつもそばにいるのよね。おかげでずいぶん参考にさせてもらったわ。そうですか。ありがとう、キミコちゃん。次の参考にさせてもらうわね。え、まだ作るんですか。もちろんよ。出来上がったらまた味見してちょうだいね。はあ。今日のおさらい。ハーブと納豆は相性がいいみたい。今度はお味噌を加えて少しまったりとした味のものを作ってみようかしら。ふーん、勘弁してください。姫、助けに来ました。私と共に参りましょう。私はあなたのためなら。ダメだ。やっぱ一人の練習じゃ感じつかめないな。演劇部はみんな帰っちゃったし、私も帰ろうかな。あ、フルートの音。あ、そうだ、またここで引っかかっちゃったな。もう一回やってみよう。いた！やっぱりかすみだ。葵、どうしたの？お願い！協力してくれよ。ボイスドラマ、トゥルーラブストーリー2。離さない、離れない。何すればいいの？さっきまで一人で芝居の練習してたんだけど、どうもしっくりこなくてさ。そこでかすみに相手役になってほしいなーなんて思ったんだけど。無理だよ、私お芝居なんてやったことないし。大丈夫、ただ台本読んでくれるだけでいいから。はい、これ。もう強引なんだから。それで私はどんな役なの？囚われのお姫様で、私が助けに来た王子様。やっぱり男役なんだ。え、なんか言ったか？ううん、別に。
あれ？これ、キスシーンが。大丈夫だって。抱き合って顔近づけるだけだから。でも、恥ずかしいな、やっぱり。何本気になってんだよ。芝居だよ、芝居。そうだよね。じゃあ、どこから始める？35ページの救出のシーン。長い間お城の中に囚われてた姫を、私がようやく救い出すってとこ。わかった。それじゃ、ミュージックスタート。姫、助けに来ました。え？じゃないよ、セリフセリフ。ごめん。じゃあもう一回。姫、助けに来ました。まあ、あなたは。さあ、私と共に参りましょう。嬉しい。またこうしてあなたに会えるなんて夢のようです。夢ではありませんよ。ほら。ああ、もう話しませんよ、姫。王子。え？かすみちゃん、ごめんね、私何も見てないから。え？あ、違うの、きみちゃん。これは心配しないで。私誰にも喋らないから。ごめんね、邪魔しちゃって。それじゃあ、待って、きみちゃん。あらら、間違いなく誤解してるな、あれは。もう落ち着いてる場合じゃないよ。どうするの？仕方ないだろ、逃げちゃったんだから。後で電話なんかで説明するしかないよ。もう、葵ったら。ここまで来ればもう大丈夫。姫、お怪我はありませんか？ええ、大丈夫。痛い！大変だ、足を。すみません、私の力が足りないばかりに。いいえ、あなたは命がけで私を守ってくれたじゃありませんか。私、嬉しかった。姫、私のためにこんなになるまで戦って。あなたの笑顔を守るためなら、私は幾万の軍勢も退けましょう。あなたに本当の笑顔が戻るその日まで、私は剣となり盾となります。王子。姫。あら、まあ、香坂先輩。まあまあ、二人とも。違うんです、これは舞台の練習で。知らなかったわ。畑野さん、王子様だったのね。は？早く教えてくれればいいのに。七瀬さんも自分がお姫様だってどうして隠してたの？いえ、これは演劇部の舞台の練習で。そういうように家で言われてるのね。だから、そうじゃなくて。でも、これからは気をつけなくてはダメよ。特に畑野さんは。え？お手洗いも更衣室も注意しないと大変なことになっちゃうわよ。一体何の話よ。いろいろ大変よね、男の子も。って、違う！私は正真正銘女の子で。私はこれで。さようなら、王子様、お姫様。どうしよう。また新たな誤解を生んでしまった。帰ろっか。そうだな。5月末日、曇り。私とかすみは、王子様、お姫様に生まれ変わった。って、そんなわけないだろう。二人には誤解されたままだし。厄介なことになってきたな。なんだ、舞台の練習だったの？うん、葵に頼まれて相手役をやってただけなの。まさかあんなところを見られるとは思わなかったからさ、驚いちゃったよ。そっか、私はてっきり二人はその。やだ、もう
キミちゃんたら。でも1年の女子の中じゃ畑野さんって大人気なんだよ。ラブレター書いた子もいるんだから。はあ、私はそんな趣味ないってのに。やっぱ演劇部で男役ばっかやってるからかな。でも私も相手してびっくりしちゃった。演じてる時の葵って本当に男の子みたいに見えたんだもん。当然だろ、一応女優なんだから。かわいいよ、かすみ。やだ、葵ったら。おう、かすみ、君は僕の妖精だ、天使だ、女神様だ。僕は君のためなら死ねる。あらまあ、またあなたたち。香坂先輩、これはですね。相変わらず仲がいいわね。でも人前ではほどほどにね。で、違うんです、私は本当に女の子で、かすみも女の子で、演技が男が女に。あれ、まあそうだったの、ごめんなさい、気がつかなかったわ。え、そういう恋の形もあるのね。勉強になったわ。じゃあね。葵、なんかまた変な誤解してるよ。大変だ、香坂先輩、話を聞いてくださいよ。5月米印日、今日は爽やかなさつき晴れ。私の心もこの空のように晴れやかな気分です。で、現実逃避すな。ボイスドラマトゥルーラブストーリー2、いつもの帰り道。今回のテーマは飼ってみたいペットとその名前。声の出演、キミコ、黒猫ナナ、田村ゆかり、畑野葵、犬ポルシェ、夏木リオ、高坂舞子。犬とウサギ以外の動物、ルンガ、皆口優子。マグロです。ファービーなんかいいっすね、わかるかな、餌食わないし、西脇保つ。そして七瀬かすみ、犬か馬ポチ、川上智子でお送りしました。